おっ、お待たせしました。いや、お待たせしすぎたかもしれません。エラケチャンネルがお送りする第4回予定男塾、ようやくこの日が来ました。全然再生回数いってないね。うん、いってない。ただね、俺としてこれ、ね、再生回数今行くよりは何年かかけて見てもらえばいいなと思ってやってるので関係ないでーす。ということで、今回も、いきなりスタートしちゃいたいと思います。今回のテーマなんですけれども、現代におけるモテる男のビジョンっていうことなんですけれども、昭和、平成、令和になって時代時代でモテる男のビジョンっていうのは変わってきています。うん、でまずそれを理解してほしいなということと、あと全体的にね、頭入れてほしいなと思うのが、女の子と男の子って一番大切なのは相性なんですね。うん、簡単に言うと、もうむちゃくちゃ簡単ですね。ド M の女の子いました。その相手が、ね、ド M だと釣り合わない、当たり前の話なんですよね。母性本能マックスなのにそれを必要としない男の子がいたところで、ルックスがどんなに好きであったとしても長続きはしません。大切な自分がどのベースなのか、そして、それに見合って、どの女の子が相性が合うのかっていうことをまず、考えていってほしいなと。エラケチャンネルで一番大事なのは、能率と効率を極めていくってことがめちゃめちゃ大事なんで、ありますね。一番最初に僕言ったけれども、スタートして3ヶ月後には、めちゃくちゃ自分に最高の美女をゲットする。絶対させます。これは本当にさせたいと思うし、あともう一つはね、僕自身が教えていくことっていうのは、企業とかいろんなのを置き換えていけば、必ずいろんなことに人生においてプラスになるので、ただ単に頑張ればいいとか、そんなくさないよ、この野郎、お前。全然そんなダメ。そうじゃなくて、何かを得るためには何か犠牲にしなければならない。犠牲する上で、メンタル大事です。うん。あと大事なのは、頭をしっかり使うこと。頭を使って、たくさん勉強するんじゃなくて、学んできたことをしっかり活かしていくこと。活かしていくことっていうのは、能率と効率をしっかり極めた上で、しっかり物事を取り組んで、最短で最高の結果を、これに尽きるのではないのでしょうか。今回ね、5つ、6つのベースって言ったんですけども、何回も言うけれども、現代におけるビジョンなんですね。これ見てるやっぱ40、50代の人とかが、理解できないぜって見ることってあるかもしれません。全くそうなんよね。俺はホストとかたくさん育ててきて、若い男の子も育てていってます。30代、40代のモテる男も育てていってるんでございますけれども、一番は、現代におけることのモテるビジョンということを理解できてないというか、できれば俺はね、最高のビジョンをゲットするってなった時に、45であったとしても最高の美女は何歳なのってことなんですよね。自分のもうほんまにゲットした女の子は何歳、自分芸能人のような女の子行きたいってなった時に、その女の子の、形とか現代風に例えた時に自分が理解してないとそれは接することができないという、ことなんでございますね。それをしっかり頭入れて今回もやっていってほしいと思います。まず一番最初に大事なのは、40代、50代、30代の人とかでも一番わかりやすいね。で俺もこれに当てはまるんですよ。九州男児、俺が守ってる、俺についてこいというタイプなんですよね。僕自身もそうなんですけども、女の子がおって安心感って必ず求めますよね。それに基づいてしっかりベースを作っていくってことと、これを見てる30代40代の方、10年前20年前はこれがねすごく当てはまったというか、使えたのではないでしょうか。現在はね、九州男女式っていうのはなかなか使いにくくはなっております。うん、女性が30代以上、40代以上の女性をゲットしようと思えば、でもこれって全然相性が合ってくるので、時代常識、詳しく頭に入れてほしいなと思います。大切なのは、ここにも書いてますけども、俺についてこいっていうタイプのね、企業でいう社長さんとか管理職の方、リーダー的な存在、そういう人に、これが結構当てはまってる人が多くて、あとね、ここで大切なのは、俺はこうやるから、俺もしっかりついてこいよっていう感じなんですけども、それって自分のことではないっていうのをしっかり頭に入れてほしいですね。うん。誰々のために、この会社のために、この世のために俺一生懸命やるし、一緒に頑張っていこうぜ。共通の目的、しっかり持った上での九州男女式ってものすごく大事かな。うん。で、あとね、ここで大切なのは、やっぱ思いやりっていうのめっちゃ大事で、女性に対して。一歩離れてついてくるけれども、しっかりついてきてるのを確認してくださいね。うん。いつか離れた時に、ついて、離れてしまうとじゃなくて、しっかり、彼女の状況をしっかり、把握していく。
これめっちゃ大事なことなんですね。九州男児方式、私自身ね、多分ね、それに一番近いのではないでしょうか。うん、今まで付き合った女の子のほとんどが、やっぱ俺についてこいタイプではありました。うん、女性で、九州不断な女性っていうの結構いますね。そこに関しては結構見合うと思う。あとは、将来的に社長とかの社長夫人とか、将来的に出世、このお金持ちになりたい女性、お金しっついてきてる女性とか、そういう女の子にはやっぱこういうのが一番見合うと思います。うん、あとは見合いながらも女の子に関してしっかりそれに見合った、まあ、自分も頑張って、そういう方は女の子も一緒に、学んでいくという姿勢が大事ですね。先ほど言いましたけども九州男児方式っていうのは、企業の社長部長とか、まあ、じゃあ管理職とかお依頼さんが結構このタイプが多いんですけれども、それに見合う女性とかになっていくと、気遣い心遣いっていうのはものすごく大事になってきます。もう俺もこうやるからお前も一緒にこっちついてこいよっていう意味で、自分も学ぶ、自分も勉強する、自分も犠牲するけども、お前も学べ、お前も自分を自己犠牲する、でもその先にあるものっていうのはこういう世界があってっていう、そういう部分でゴールを設定していく、一緒にやっていく、俺が前に歩いていく、お前あそこついてこいよっていう部分で整理していく九州男児方式。うん、ということで、次に行ってみたいと思います。2番目、王子様系キャラ。うん、王子様系キャラっていうのはどういうことなのかといえば、一歩離れた状況でかっこいい人、例えばスポーツとかで置いたとしても、離れてる憧れの存在とか、もちろん会社で言えば、キラキラに光ってる頑張ってる上司であったりとか、そういう部分の立場、女の子漫画とかでも、ね、よく出てくるタイプなんですね。キラキラに一つ上の憧れ、うん、これをしっかり意識してやってみるってことが大事なんではないでしょうかね。これをやっていく上で、あとはね、ここで大切なことは九州男児方式っていうのは一番上のね、自分のなんかもうさらけ出すとか生活感をバンバン出していくのと、これは反面で汚い部分とか生活感を出さないっていうことが大事、距離感が絶対大事、距離感をずっと保っていく上で、やり遂げてしまうということが大事なんですね。これちょっと難しいかもしれないですけども、結婚するにも向いてないけども恋愛するにも一番向いてるかもしれません。うん、外遊びに行く人何にしても女の子の理想をしっかり叶えてあげるってことが大事ですね。やっぱリードしてあげることも大事やし、全てにおいてしっかり引っ張っていってあげること、何回も言いますけど大切なのは生活感を一切出すなということであります。あとね、この女の子、これに見合う女の子っていうのは大体なんていうか、まあ、頭の中で夢でいっぱい、お花いっぱいの女の子多いですね。そういうお花いっぱい系の女の子に関しては、王子様系でいいんではないでしょうか。現実よりは、夢を見たい女の子っていうのはこっち側に行くっていう。あとね、もう一つはやっぱこの一番簡単に言うとオタク系の女の子とかいますよね。現在めちゃめちゃいますよね。うん、おる中でそういう女の子に一番見合うのは大体こっち側になってきちゃいます。次は3番目、子犬系。これはね、俺結構こだわってるとこがあるって、なんか昔ねこれをね思いついた時に、僕授業によく言うんですけど、俺がね13年前ぐらいですかね、うちの娘がね「古今東西しようぜ」って3歳4歳ぐらいの時かな、その時に、いつもドラえもんの道具とかやってたのに、その時犬の犬種って言ったら4歳ぐらいだったから、うちの娘が「パパ、私全然わかんない。うん、なんで?パパ、私、チチワンしかわからないもんって言ってて、チチワンって何やねんみたいな。うん、でも彼女はチワワって言いたかったんでしょうね。うん、でも俺にとったら、まあ、一生懸命考えてるし、間違ってるとこもあって、もう可愛すぎて、そのチチワンって言ってるね。うん、娘が可愛すぎたんですけど、何が俺が言いたいのかっていうと、その女の子、まあ、4歳ぐらいのうちの娘です。当時、守るべき存在がいなければ死んじゃうんですよね。たまごっち状態というか。ただ、その、まあ、3歳、4歳の女の子が、パパ、夢のために、今日からこれがやって頑張るって言った瞬間に、母親でもない。母性がね、別にあるわけでもないんですよ。でも、ないのよ。俺が母性がもう芽生えてくるというか、
一生懸命頑張ってなんかやるってなったら、絶対この夢は叶えてあげたい。うん。言えばね、やってあげる。うん。そして、やろうとしてるっていうね、バランスが整っているとかね、ピッチャー、キャッチャーみたいな、もう完璧に向こうはピッチャーで、しか受け止めるみたいな感じなんですけども、そういうね、現代の、男女関係にも、必要なんではないでしょうか。よく言うのが、夢に向かって頑張る弱者。こういうのが好きな、女性はめちゃめちゃいるんですよね。なんていうか、嫌いじゃないね。俺も個人的にね。うん、なんか、一生懸命頑張ってるのもケツ見えてるぞみたいなね。うん、そういう部分がめっちゃ、くすぐるというかね。そういう部分での、まあ、恋抜けというか、自分がなんか一生懸命やっても抜けてる自分があったりする。でも、そういう男に関して、見合う女の子ってどういう女の子かっていうと、やっぱね、保母さんとか、看護師さんとか、そっち系の女性っていうのは、何かの面倒を見ることが好きというか、本当に母性マックスの人。うん。母性マックスの人に関して、王子様とか、ではないんですよね。やっぱ、恋抜け、うん。一生懸命頑張るけど、抜けてる自分。うん。これ、まあ、演じろってわけじゃないけども、そういう自分が、キャラの、周りから言ってね、お前それそれみたいな感じであるんであれば、それに合う女の子をしっかりゲットしてください。母性マックスな女の子、母性、もう、もろでね、職場で働いてる女性とかは、バリバリ、相性が合っちゃいます。またね、看護師さんとかね、まあ、病院行ってわかるんですけど、若くて綺麗な子めっちゃいて、もう、保母さんも、で、まあいいよね。変に欲深くなく、うん、もうなんか、なんかのために頑張っていくみたいな、そういうね、女性として美しい、心の美しい人のね、集まりなんでありましたね、そういうところって、うん。そこに関して、でもそこに美しいに対して美しいは良くないっていう、美しいに対して欠けてる男、欠けてる父は、父はに関して、王子様、父はに来たら次、ドエス系、オラオラ系ね。これ一番最初に冒頭で申したんでございますけれども、ド S 系っていうのは、飯業の法則。飯業って何なんだって、これ3年前かな、Facebook で飯業の法則っていうのやりました。これね、僕の親友の、次元の女性の方が言ってて、そっからパッとひらめいたというか、なんか違う、なこと言ってて、で、それを自分なりに置き換えて、ド S、ド M に置き換えたときに、どういうことになっていくのかって考えたんですけど、大切なのは、オラオラ系いますよね。なんかもう、周りを見ることなく、オラオラ系。結構いましたね。大体全体的に言うと 15% ぐらい。いや、そんなにいない。1割ぐらいいてんのかな。今の人口の中で。うん。オラオラ系の人います。うん。別にオラオラ系をやめるは、でもいいと思う。そのままでいいですよ。オラオラ系でもね。ただ大切なのは、オラオラ系のお前やったら、女の子はいつか絶対好かれちゃうからね。で、オラオラ系の好きな女の子めっちゃいます。うん。でも、オラオラ系の好きな女の子も一番大事なのは、女性としてちゃんと扱ってあげることで、ド S に関してはド M な女の子に合うので、ド M な女の子であればド S であるべきっていう。ド M な女の子を攻略しようと思えばド S でしっかり攻めていくんですけど、ここで大事なのは、雨が大事です。うん。おぉ、俺ついておこう、ここだ、あだ。とか言いながら、飯屋に行って飯食ってる時に、お前ちょっと寒くねえか、この店。お前、大丈夫？ちょ、ここ、なんかね、ここいい、これね、ちょっと優しさ見せるとか、なんかこう、どうでもいいような飴を見せるとか、いつもね、厳しく厳しくやってけども、たまにこう、大切なんですよね。まあこれって本当は思いやりの裏側であってほしいなと。思いやりがないド S 系っていうのは成立しないと思うんでね、しっかり相手が弱ってる時は必ず、キュンキュン来るから、女の子。めっちゃ好きやからですよ、多分で。状況を見て、凹んでる時でこそしっかり穴を埋めてる。ダメなド S 系っていうのは、凹んでる時に、なんかもう、さらにこう、追い詰めたりとか、凹んでる時に無視するとか、それはね、ド S じゃない。鬼畜や、そんな。ダメ、そんな。ド S っていうのは、しっかり、穴を埋めていく。うん。すでに厳しく、うん。オラオラで全然いいんですけども、しっかり補充してこそ、女の子は安心して、あなたについていくことができます。で、飯業の法則って何なのかっていうことなんですけども、大体僕の中でね、6割から7割はやっぱ、女性っていうのは M なんでございますね。これ大体 M でございます。うん。M でございますけれども、M をね、開花させるのか、しないのかっていうのは、男によるとこがあるんですね。大切な飯業の法則。早く言えよってことなんですけどもね、早く言っちゃいます。命令、従わす、ご褒美。
命令従わすご褒美。あ、ちょ、もうこれやっとって。うん。で、女の子やる。ありがとな。うん。この簡単な流れっていうのを、どんどんレベル上げていくことによって、女の子っていうのはだんだんド M レベルがアップしていく。うん。一番最初は本当に簡単なことでいいと思います。うん。これが究極の状況になると、ド S なんですね。SM の世界になるんで、ではないでしょうか。うん。命令してます。大切なのはご褒美、あれが絶対必要ということね、うん、なければ意味がないからね。究極の SM プレイがありました。なんで女の子が頑張れるかというのがあると、もちろんド M 感をマックスに最大限引き上げられてるかもしれません。でもその裏側にはその女の子はあなたに愛されてると思うから従うのではないでしょうか。大切なのはそういう部分のつながりというのが大事なので、そこ絶対忘れずに、オラオラゲド S 系が悪いというわけではありません。一番大事なのは穴をしっかり埋めてやれ、ということ。そして、相手の状況をしっかり見極めた上でのご褒美。飴が必要なんでございますね。うん。5番目いきます。中性的、装飾系。これはね、今までの俺の理論であると、1、2、3、4、5でね、これなかったんですね。ここ1、2年で、費やしたというか、プラスにした中性的装飾系でございます。中性的装飾系というのは何なのかと言いますと、もう現代のやっぱ10代とか、まあ、20代前半のね、やっぱ男女にすごく多いね。うん。なんでこうなってしまうのか。うん。そもそも中性的装飾系っていうのは、男子も女子もベースとしてるね、もうストレスがもう嫌。うん。例えば、これに関して、なんかもう嫌なことは一切したくないっていうか、やりたくない、したことやらなければならないことやるよ、ちゃんと、みたいな。もう現代のやつめっちゃ多いね。やりたくないことやらなければならないの。めんどくさ。みたいな。もうめちゃめちゃ最近のやついますよね。そこに関して、もう本当に7割、8割ぐらい、これに今の10代の後半の子、そして20代前半まではこれに至るんではないでしょうか。うん。もうストレスめっちゃ嫌。で、圧力はね、ないっていう世界がめっちゃ大好き。うん。自分のやりたいことやっていく、したいことにしちゃっていく。うん。ここで大切なのは、共通の目的意識。これに見合う女の子いました。これに見合う自分があったとしたときに、それに見合う女の子、それに見合う男の子いました。その女の子を、ゲットしようと思ったときに、どっから入ればいいのってなるんですけども、もう共通の目的意識、それだけです。そこに関して、変なストレスとか圧力を絶対かけないこと、それに尽きるんではないでしょうか。当たり前のことを当たる。で、あとね、ここら辺のベースの人っていうのは、根が真面目なんでね、うん。言われることはしっかりやっていく。うん。でもやることはやらないっていうところなので、それにしっかり、自分でマッチングしていくことが大事。うん。これもう研究中なんですね、これちょっと申し訳ないけど。うん。だいたい、でも簡単に言えばそこら辺で、女の子が、例えばここに関して凹んでる時に穴を埋めていけ。ド S 系ならば、全部凹む時にしか穴を埋め、メンタルのフォローが大事だってなるんですけれども、うん、ここの部分っていうのは、まあだいたい半分ぐらいは自己解決する子が結構多いので、必要以上に入り込まなくていいんじゃないかなっていうところなんですね。本当難しいよね、今現代のことで。うん。でもそういうのがあると思います。あと、まあ理論的に男のこと、自分の考え、自分の思いをしっかり大事にしているので、変に入り込まない。うん。一つの目標、目的を一緒に、達成していく。うん。そういうことによって、絆をどんどん深めていくってことが大事なんで、はないでしょうか。あとね、1年ぐらいこれを攻略するのにかかるかもしれません。でもまあ今のところはそういうところって、しっかりやっていけばいいんじゃないでしょうか。そして、6番目。ビジュアル系。ビジュアル系って、俺見てるやつのビジュアル系いてんのかって話なんですね。ただこれってまあホストのね、店舗にも見てもらうと思うので、まあ、そのために見れたということなんですけど、ビジュアル系って何なんかですね、もう、まあ、よく簡単ですね、なんかもう、化粧してどうのこうのとかいう、世界で。よくわかんねえぜ。俺もわからへんよ、そんな。
ただこれに似合う女の子ってどういう女の子っていうのはもう本当に簡単なんですね。大体、ビジュアル系の男が好きな女の子っていうのは憧れとかそれに近くて、あとはもう本当に憧れのちょっともう一個以後の信者、その人が言うことすべて、その人が考えることすべてというところであって、しっかり情報を発信していく、定期的に発信していって、相手しっかり見ていくのが、聞き取ってるのがどうでしょう、一番大事なところ。そして情報受信台に関して波をしっかりつけていくことが大事だと思います。でもあとはね、ビジュアル系でさっきも出てても信者として、とこもあるんですけども、ビジュアル系の女の子ってね、大体見たら分かるんですけども、格好がねロリータ系の服とか着てる子がいたりとか、大体そうなのね。あとはね 97% ぐらいド M、 ド M な女の子ばっかりやね。なんか M というのは自分を犠牲にするみたいな、自分を犠牲にしてこの人のために尽くすみたいなのが成立する世界なんでございます。大事なのは犠牲にすることが嫌いじゃないというか、自分がもうボロボロになってもこの人のためにみたいな、でも死んじゃう、なんかもう本当にそういう世界観があって、女の子がそういう状況に持っていってあげることも大事なんじゃないでしょうか。ただね、ちょっとこれと似てるかもしれないんですけども、ここに関して言えば、俺のね飴はねなくてもね成立するというか、いい意味女の子はそういう男に関して一直線でしか見てないん でそこの世界以外見えてないのでね、それが全てなの で変に飴もらったところで何ってなっちゃうっていうのが逆のビジュアル系なんでございますよ。大切な情報発信していくことが大事、情報発信していくことで一方的な情報発信ですよ。で一方的、全部一方通行、女の子も一方通行、自分で、ビジュアル系も一方通行で情報発信していく、キャッチボール成立してないけど、投げる、受け止めるっていう部分での、投げるね、そういう部分での同じ世界観としての、テンポというのもすごい大事なんで、ございます。最後になりますけれども、本日お送りしましたエラー系チャンネルモテ男塾、モテの男の6つのベースで、なんでこれを作ったのかというと、自分という立ち位置をしっかり理解して、で相手というそれに見合う女の子というのはどういう女の子なのか、相性がないと意味がない、能力効率極めていく上での自分というのをしっかり知るべきだ、自分のキャラ設定というのを今後やっていきますけども、これは根本ね、核の部分、自分で、男としてどのパターンなの、どのパターンに関してどういう女の子が一番いいの、今行こうとしてる女の子が違うパターンの女の子であれば切り捨ててください。まあ後からそう言うんでね、能力を極めた時の切り捨て方とか、能力を極めた時の、女性の生き方がたくさん出てくるんですけども、切り捨てっていうのは絶対出てくるので、僕の勉強会でそれしっかり温めてやっていってください。いや、勉強になるな。僕自身、これを通してね、人生の勉強も含めてやってきたんですけど、今回は人生の勉強もなかったね。なかったけども、すごくこれしっかり温めて。最後になりますけど、僕が教えてる、理論、そして僕がやってる勉強会っていうのは全てオリジナリティでございます。どの本を読んでも、どのネットを見たとしても見当たることはありません。万が一見当たるとしては、僕は Facebook で、自分でモテ理論みたいなのを昔やってたので、そこでこれにぶち当たることはあったとしても、ほぼほぼ僕の理論っていうのは行き当たることはありません。それと同時に、僕の勉強会にしっかり最後までついてきたあなた、必ずスタートして3ヶ月間で理想の女をゲットさせます。聞いてよかったぜ、言わせてみせます。ということで、今のベース作り、土台作り、知識をしっかり入れていく、知識の応用の仕方を今教えていく、しっかり頑張っていきましょう。ということで、今回また20分20、結構長くなったね、なりましたけども、ご視聴のほどありがとうございました。